ち抜けだな。まあ、待って、誰が勝ち抜け戦だなんて言ったのよ。5人でじゃんけんして1人の敗者を決めるまで続けるルールよ。それじゃあ俺と勝負するか。3回じゃんけんして1度でもお前が勝ったら俺が荷台に移ってやるよ。マジですか。うん。ねえ、確率の計算って知ってる？うん。カズマが3回連続で勝つとかすごく無茶ぶりなんですけど。俺じゃんけんで負けたことねえから。おかしいわ、おかしいわよ。ずるしたわね。お願い、もう一回、もう一回だけ。本当だな、これが最後だぞ。受けたわね、受けたわね、カズマ。あんたがどんなズルをしているか知らないけれど、そっちがその気なら私にだって考えがあるのよ。ブレッシング。あー、こいつ来たね。魔法で運上げやがった。運も実力のうちって言うんだし、魔法の実力も運のうちよね。さあ行くわよ。じゃんけんポン。なんでよ。俺ガキの頃からじゃんけんで負けたことないんだよな。卑怯者。何それ、ずるい。そんなのチートよ、チート能力じゃない。あんた生まれながらの特殊能力持ちだったの。なら私という素晴らしい恩恵を授かったことは無効よ、無効。返してよ、私を天界に返してよ、このクソチート。てめえこのクソビッチが。俺の特殊能力はじゃんけんに勝てる能力ってか。お前バカか。こんなもんでどうやってモンスターと渡り合いってんだ。だってだって、一番腹立つところはお前が自分のことを授かった恩恵だと言い張ってることだよ。お前ふざけんなよ。何が恩恵だ。お前を返品して特殊能力でももらえるものならとっとと返品してやるところだ。